それではですね、茨城県横断歩行者の交通事故防止対策について説明をさせていただきます。はい、まず本日の説明内容について、ご説明をさせていただきます。内容は大きく分けて、3つあります。1つは歩行者の事故の実態、そして2つ目は歩行者事故防止に向けた具体的な課題、これ3つに分けてあります。そして最後、これが重点になりますけれども、横断歩行者の安全のための新たな県民運動とメインテーマとしまして、その手で合図止まってくれてありがとう大作戦ということで進めていきたいと思っております。はい、次に、まず一つ目、大きい一つ目、歩行者事故の実態について説明をいたします。こちらのこのグラフはですね、令和3年中の県内の発生した歩行者の事故の重症以上の割合、これをですね、重症化率ということで、示したグラフとなります。人身交通事故全体 11.8% を占めると重症の事故がですね、ところがこれが歩行者事故になると 31.3%、 約 2.7 倍に跳ね上がると。つまり事故に遭ったとき歩行者はですね、重症になる確率が高いということになります。次に、こちらのグラフは、横断歩道以外の重症化率、いわゆる横断時の横断場所による重症化率を表したものとなります。横断歩道上で事故に遭うと 29.2% が重症になってしまうと。それが横断歩道以外になると 48.6%、 1.7 倍に跳ね上がるということで、横断歩道以外はやはり交通事故の重症化率が高いということになります。またこれは横断歩道のみならず、横断中の事故に比べて横断歩道の事故はどんなものなのかということを見ていただきます。比較すると全体では 36.2%、 ところがですね、横断歩道上では 29.2% ということで、重症しにくい、いわゆる横断歩道を利用することによってですね、横断歩道を利用しない人に比べると重症化率は低いということになります。まあ、しかしながら見ていただきますと、横断歩道を渡っているからといって事故に遭わないというわけではないと、必ず発生してしまっているということが挙げられます。じゃあ なぜですね、横断歩道以外を横断した方が重症化率が高まるのかなということかと思いますけれども、その理由を挙げられるのは、ドライバーがですね、横断歩道があれば横断歩道をあるということで意識をします。そうすると横断歩行者がいるのかなという意識が頭の中に働きます。しかしながら、横断歩道以外となればですね、横断する人の意識よりも他の交通に対する意識、まあ他の車であるとかバイク、まあ、そういったものに対する意識、信号や標識、それに対する意識がある高まることによって、歩行者に対する意識が薄まる、そして通常走行で走ってしまう、で、ぶつかってしまうから重症化率が高いと、まあ、そういうふうに考えております。はい、次にですね、大きな2つ目について説明をさせていただきます。歩行者事故防止に向けた具体的な課題というところです。先ほどから説明させていただきました通りですね、こちらから見ると、交通事故の中でも歩行者事故は重症化しやすい、まあ、車同士よりもやはり直接当たってしまうので重症化しやすい。で、その方というのはやはり、横断歩行者道路を歩行中細心の注意を払うことをお願いしますよということです。また歩行者事故でも横断歩道以外の事故は重症化しやすい、これはですね、やはり横断歩道以外ではやはり横断歩道を渡りましょうよということを言っていきたい。そして横断歩道がない場合、どうしてもない場合はどうやって渡ればいいかということを示していきたい。さらには3つ目として、
横断歩道で事故が重症化しにくい、だけど事故は発生している。それがメインテーマ、今日のメインテーマです。横断歩道の安全な渡り方、これがメインテーマになります。特に今からですね、説明させていただくのは、この黒の枠にある黄色の奇数字、1、2、3、この3つを順次説明させていただきます。はい、まず1つ、課題の1つ、取り組みは、横断歩道を渡ろうということです。じゃあなんで横断歩道利用が大切なのかなということになるかと思いますけども、ご承知の通りですね、横断歩道は歩行者が道路を安全に横断することを目的に作られているということになります。これは歩行者が秩序なくですね、道路に出て横断すること、それによって事故の危険が高まるということで、横断する場所を特定してドライバーに分かりやすく示す、そういったことで、道路上の横断の安全を確保するということになります。そのためにですね、こういった標識、さらには横断歩道手前のこのひし形のダイヤマーク、これを設けてドライバーに注意を促しているということになります。次に、横断歩道がない場合の道路の渡り方についてです。道路交通法上は、歩行者は横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければならないということをされていますけれども、近くに横断歩道がない場所、そういったところもあると思います。横断歩道が周辺にないと、どうしても、やむを得ず横断歩道以外の場所を渡らざるを得ないという場合はですね、大体5つぐらい、考えていただければと思いますが、まず、交通法規を守るということ、そしてあと、最大限の注意を払うということ、そして、車が来ていないことを十分に確認していただくということ、でそれでまたですね、冷静に焦らずにということ、そして最後に、速やかに渡っていただくと、この5つが一つの、なんて言いますか、要点かなという感じがいたします。そういった中でですね、横断歩道以外の場所を渡る、どうしても渡らなければならないと、今の5つの他にですね、ポイントとして挙げられるのは、危険な場所は渡らないということです。じゃあ危険な場所ってどんなとこなんだということになりますが、危険な場所というのは、これは時間帯、天候、または見通し、こういった道路の構造などによってですね、それぞれ異なる部分はありますが、これら危険をですね、自分がこう予測することが大切であるということです。次に説明する場所についてはですね、危険な場所として十分注意を要する場所であるかなということです。この図面の通りですね、カーブの場所では、カーブの先が見えないということになります。こういったことから、歩行者側からも車が見えない。さらには、車側からも横断歩行者が見えない。気づきづらい。曲がってきてすぐに人が渡っている。こういう状態ですと、なかなか止まりづらいという状況になります。こういった場所は避けるべきかなというふうに思います。次に今度は、こちらの写真を見ていただきますと、見通しはいいんですけども、これちょっと明るい状態にはなっていますけども、日が落ちて付近が暗くなってくる。こういった場所はですね、暗闇に隠れてドライバーが気づくのが遅れる。また、白暮時間や夜間に加えてですね、天気が雨だったり、曇りだったり、こういった状態の時にですね、どうしても交通事故の発生の可能性は出てくるということになります。危険を予測した行動、それによってですね、十分な注意が必要であるということになります。はい、次に、ポイントの2つ目として、夜の横断は危険であるということです。この写真を見ていただきますとですね、向かって左側の方、反射材をつけていません。そうすると、暗闇の中に、溶け込んでしまって、存在が薄れてしまう。しかしながら右側の方、この方、体自体はさほど、なんて言いますか、クローズアップされませんけども、この反射材が、目立つことによって、交通事故を防げるということになります。この反射材も、これ自体ですね、視認性が2倍以上高まると、ものにもよりますが、ということによって、
事故が防げるということになります。はい、今度はですね、高齢者の関係について、特化してお話をさせていただきたいと思います。はい、このグラフはですね、横断中に交通事故に遭って死傷した方、この方を年齢層別に、グラフ化したものとなります。このグラフ見ていただきます通り、大きな特徴として年齢が上がるにつれて発生が多くなるということになります。年齢層がですね高くなると、事故の危険性が高まるというのはですね、やはり加齢によって運動能力などが身体機能の低下、これが自分で思っている以上に早く横断できないということ、そして過去の経験、自分のご自身のですね、車来ないだろうとかですね、これだったら渡れるだろうといった過去の経験、こういったものにとられて安全確認を不十分になってしまうと、こういったものも一つ挙げられるということになります。また特にこの80歳代の方、これは80代以上の方がですね、多いというのは、やはり自分の身体機能の変化を自覚した上で、そして時間ゆとりを持って行動してもらう、さらには横断時には車の停止を待って、そしてゆっくり横断してもらう、こういったものがですね実践していただければということで促していきたいなというふうに考えております。次にですね、これは横断歩道以外における横断歩行者の死傷者の数となります。これは特にやはり今お話ししました通り、80歳代の方が突出して多いという状況にあります。こういったことからするとですね、やはり横断歩道は安全な横断をするために設置されている、こういったことから、少し遠くに横断歩道があったとしてもですね、長生きの秘訣だということで、足腰の鍛錬というふうに思ってですね、ぜひとも横断歩道を利用していただくということを伝えていきたいなというふうに思っております。そして次、今度は高齢者の皆さんにどういったことを伝えていきたいかなということを挙げさせていただいてますけれども、この急がば回れと、この気持ちでどうか横断歩道を渡っていただきたいということを促していきたいと思います。そしてですね、近くに横断歩道がない、こういった時はですね、横断歩道が近くにない時はどういうふうにしますかねと問いかけをして、で考えていただきながら、そしてポイントについて、説明していきたいと思います。そのポイントとしましてはですね、一つ、先ほどからお話しさせていただきました身体機能の変化を理解してもらうと、そしてご自身が横断するのにちょっと時間がかかってしまうかなということを理解していただくと、またもう一つがですね、横断に時間がかかってしまうということから、横断中も車が来ているか来ないか安全確認を継続してもらうと、よく右向いて左向いて右を向いて横断をすると、そして次に横断の途中で左を確認するという行為をしていただきます。これ右を見て左を見て全体的に車が来ないというのを知っていただく、そして直近渡る手前で右を見て、一番近いところの車が来ないなということで横断を開始していただいて、左側の車線に入る手前で左側を見て直近に車が来てないというのを確認していただいて渡ると、万が一ですね、左から車が来てるとなれば、その場で立ち止まっていれば事故に遭わない。ところが慌てて渡ろうとするから事故に遭ってしまう。こういったことですので、その辺をよく説明をしていきたいなというふうに考えております。はい。これまでの、過去の統計から見ますとですね、横断中の高齢者は左からの車両にはねられることが多いという統計があります。そういった傾向があることからですね、左からの車に注意してもらうということが重要かと思いますけれども、ドライバー側から見ればその理由はですね、3つあります。1つは、走ってる最中に視線はやはりどうしてもですね、車の方の側を見がち、いわゆる自分の走行車線の方を見がちですので、右側から人が出てくるのは、
見づらい、どうしても左側にバイクがいるとか自転車が走ってるっていうのをこう 見がちですんで、どうしても右側から出てくる方には意識が薄くなる。でもう一つ、二つ目がですね、車のピラー、右側の前のピラー、ここが死角になることがあります。まあ、こういったことで、右側から来る人を見失うこともある。で、三つ目はですね、ヘッドライトがどうしても車のライトは左側にこう調整されていると。ですから右側の方の照射範囲が若干左よりも狭くなっている。そうしたことから右が発見しづらいということがあります。また歩行者側につきましては、歩行者は左からの車の進路、これは横断の後半になると、特に高齢者の方、最初勢いよく渡ってもですね、だんだんスピードが落ちてきて、渡りきれない場合があると、渡れるだろうと思っていても間に合わないと、こういったことも一つ考えられるということが挙げられています。次に、その事例ですけども、例えば30歳の方が6メートルの道路を徒歩で渡る場合、通常1秒間で1メートル進むと言われています。6メートルの道路を渡るのに6秒かかります。6秒かかるところが、今度は高齢者の方。高齢者の方は体力がやはりスピードもちょっと遅いということになると、計算上1秒間に 0.75 メートル進むと。そうすると時間でいうと6メートルの道路を渡るのに8秒かかると。2秒のタイムラグがあるということで、その2秒間の分だけ危険があると。ですからその分を理解した上で渡っていただくということが必要になるということになります。次にですね、3番メインテーマになります。横断歩道の安全な渡り方になります。ポイントの一つ、これはですね、安全な渡り方の中でですね、ポイントの一つは分かりやすい合図をしましょうということです、あります。はい。なんで、合図が必要なんだということになりますけども、これは横断する際に、手を上げたりですね、手を前にかざしたり、手を振ったり、そういうことをやったりですね、場合によってはですね、荷物手に持ったりしたときは顔を向けるであるとか、アイコンタクトをする、こういったことが、ドライバーに横断歩行者がいるんだよと気づかせるということが交通事故防止につながると。つまり歩行者とドライバーが意思疎通が図れるということが大切かと思います。はい。今度は自分に合った横断の意思表示方法ってどんなものがあるかなということかと思います。今お話ししました通りですね、意思表示の方法にはピタッと手を挙げる方法もあれば、手をこうかざしたり、あとはまたご高齢の方はピタッと手を挙げづらいと。で、若い方もちょっと手を出す、荷物持っていれば顔だけ向けると、そういった方法がありますけども、そういったものをですね、具体的に実践をこう促していきたいなと思っております。はい。この合図にはですね、例えば今お話ししましたが、ピタッと手を挙げる、あとは肩の高さでこう、肩の高さでこうやってこうですね、手を挙げたり、また手をこうやって前にかざしたりですね、あとは顔をこう車の方に向けてこううなずいてみたり、そういったこともですね、一つの方法かと思います。はい。で、横断にあたってはですね、先ほど来からいろいろお話ありましたけども、ピタッとこう手を挙げるってなるとですね、なかなか、いい年をして、格好悪いという方もいらっしゃると思います。恥ずかしいなと。また、荷物手に持ってるときは、この赤い人が言ってる通りですね、荷物手に持ってるときはどうしたらいいのと、こういったこともあろうかと思います。やはり、先ほどご紹介させていただいた通りですね、取り入れやすい、やりやすい、そういったものから合図と感謝の意思表示を始めてみてはどうかなということで促していきたいと思います。後ほどですね、動画でご紹介をさせていただきたいと思いますが、例えばこう今ありましたこう胸の高さで、手を上げてこう手のひらをこう車の方にこう向けると、それだけでもあれってドライバーは思う。
ましてやですね、あとこう荷物を手に持っていて、ちょっと荷物を振ってみたり、顔を向けてみたりっていうのが、本当にですね、それが一つのアクション、意思表示につながる。意思表示につながることで、ドライバーに、その意思表示が伝わる。で、一番大事なのはですね、歩行者とドライバーの心と心がつながって、で、いわゆるこう、意思統一される。意思統一されることによって、あ、止まるんだな、渡るんだな、ということが分かるということが必要かと思います。まあ、こういったことを伝えていければというふうに考えております。また、今度はいろいろな合図のお話をさせていただいたところですけども、小さい子供さん、小さい子供さんはドライバーからは、やはり、見づらい、気づきづらい。ということからして、お子さんにはですね、自分のアピールということを大切にしていただいて、手をしっかり上げて横断をしていただきたい。これが、つまり自分のアピール、自分の存在を知らせるということかと思います。で、またお子さんに対しては、よくお父さんお母さんがめんどくさいから子供だけ手を上げさせて自分は上げないっていうんではなくて、お父さんお母さんも一緒になって、見本になって手を上げていただく。そうすると、こういった形で、しっかり子供さんも真似をして、上げていく。で、これが交通安全の将来的にも教育につながっていくということかと思います。はい。次にですね、ポイントの安全な渡り方のポイントの2つ目、感謝の意思表示。今までは合図で意思表示をしました。今度は感謝の意思表示です。なんでこう感謝が必要なのと。道路交通法上は横断歩道の手前に人がいれば止まることが規定されていますけれども、ただ法律だけというよりもですね、やはり横断歩行者が止まったドライバーに対して会釈など、渡った後ですね、会釈などをして感謝の意思を示すことによってですね、そのドライバーがその後、歩行者を保護してよかったなと、なんとなく気分が良くなる。いや、じゃあ今度はまたいれば止まってあげようかなと、優しい気持ちにつながる。そういったことでですね、感謝をすることが必要なのかなという感じがして、それを続けていきたいと思います。歩行者とドライバーお互いに気持ちを通じ合うことがですね、交通事故につながる。そして、その交通事故につながるということはですね、街の安全安心にしっかりつながっていくんだなと、いうことで感じておりますので、そういったことも広めていきたいと思っております。はい、感謝を示す意思表示。これは先ほどもありました通りですね。この絵にある通り、ちょこっとこう、通り終わってからちょっと挨拶をしたり、ちょっと手を挙げたり、私なんかも今、実際に自分でやってるんですけども、横断歩道渡るときにこう手を挙げ、このぐらいで手を挙げても止まってくれた。そうすると止まった後に、どうも、頭を下げる、手をちょっとかざすだけ、それだけでも非常にこう、こうやってやっただけでもみんな気持ちよくなってくれると思います。自分自身もそう思いましたんで、こういったことをですね、示していきたいなというふうに思います。で、ここでですね、3分ぐらいね、の動画をちょっと見ていただきたいと思います。デモ動画となりますが、車についてですね、例えば車ピタッと止まってますけども、一つ、基本的にしっかりその合図であるとか止まるというのは分かるようにしてありますので、本来であれば人が渡ってしまったら車行ってしまうことありますけども、そういったことで見ていただければと思います、はい、これは子供さんです。ここで手を振っていただいて、高齢者の方はやっぱりなかなか手が上がらない部分あろうかと思いますので、もう本当に自分の意思が伝わればいい。Thank you.
当たり終わったら感謝の気持ちを示していただくと非常にドライバーも気分がいいと、お互いに気分がいいものかなと思います。こちらの親子の方ですけども、やはり一緒に渡るとき見本を示していただいて、しっかりお母さんお父さんにも手を挙げていただくということで、子どもたちもそれに見習って渡れるのかなというふうに思います。で、今度は一般世代の、本当に、普通の若い方がですね、どうするかと、なかなか恥ずかしくてですね、思い切り手を挙げづらい部分ありますけど、ほんのちょっとこう意思表示をすることで、このような形で、止まっていただけると、ドライバーも分かっていただけるというかと思います。はい、今以上が事例として、作らせていただきました、示させていただきました。で、次にですね、3つ目、大きな課題の3つ目としてですね、本日のメインテーマとなりますけども、横断歩行者の安全のための新たな県民キャンペーンとして、大きく進めたいと考えております。その手で止まって、その手で合図、止まってくれてありがとう大作戦と、その手で合図、止まってくれてありがとう大作戦と、これを進めていきたいと考えております。まず他の県ではどういうことをやっているのかなということを含めてちょっとご説明させていただきますが、日本自動車連盟で、公表されている数字です。これは信号機のない横断歩道での一時停止率の調査結果となりますが、昨年本県は停止率が 19% と42番目ということで、悪い方から数えた方が早いと、こういった状況になりまして、これは交通事故の方に直結するような危険な状態なのかなということで受け止めております。はい、次に今度は停止率1位であった長野県と比較をします。長野県は本県の発生と比べると、長野県緑のですが、横断歩行中の交通事故の発生状況からいくと、長野県は5年間で4割減少している。ところが本県は若干下がりつつも、去年は上がっている、ほぼ横ばいと、こういった状況にあります。長野県はですね、長期にわたって横断歩行者の事故防止に対してですね、教育を続けて成果を上げているという状態にあります。ここで長野県の取り組みについて簡単に触れさせていただきますけれども、長野県ではですね、子どもの頃から道路を渡るときは、手を挙げて、渡りましょうと、渡り終わったらどうもありがとうという感謝をしましょうと、こういったものをずっと続けて、おられると。そしてその子どもたちがですね、大人になったときに、その気持ちがそのまま引き継がれて、今度は子どもたちを大事にするという、それがずっと続いているということで、非常に効果が上がっているということで、それが意識や行動につながっているんだということで、勉強になりました。はい、また他の県においてはですね、宮城県ではサインサンクス運動であるとか、あとは青森県ハンドサンクス、こういった形で進めていますけれども、長野県は長期にわたって進められていて、そして宮城や青森はここのところの取り組みで非常に成果が上がっているということも聞いておりますので、こういったものをですね、本県もぜひぜひ参考にしたいなということで、今回の取り組みに至っているわけであります。はい、それでは本県の取り組みですけども紹介をさせていただきます。はい、まず本県はですね、二正面作戦として歩行者のみならず、歩行者とドライバーに向けて、発信していきたいなということで考えています。そしてそれが県民一丸となった取り組みということで、進めたいと考えています。
それぞれの立場に応じて働きかけを行って、特に歩行者には、横断歩道の積極的な利用と、分かりやすい合図と感謝の意思表示、これについて、そこで広報啓発活動、そして世代に応じた交通安全教育、さらには現場での安全指導、これによって、ドライバーに対して合図と感謝の気持ちを伝えることで、安全安心の横断を実践していくということを呼びかけていくと、そしてその有益性を伝えていくということで考えております。次、二面作戦。これはドライバーに対するものです。ドライバーに対しては、歩行者保護意識の向上を図る。そのためには何をするかというと、まず、歩行者を守る意識を高める広報啓発活動。これは進めます。また、事業所さんに勤務する方、こういった方にですね、事業所の、いろんな機会を通じて、教育や現場指導をお願いしたい。そしてですね、警察で行える、警察の用いるものっていうのは、やはり交通指導取締りです。交通指導取締りもしっかり進めていきたいというふうに考えております。こちら見ていただきますと、この歩行者とドライバーが、これがお互いにですね、感謝の気持ち、そして感謝の気持ちを持ったことによって歩行者保護意識が生まれる。これが自分を守るという自助の意識、そしてお互いに理解し合うという共助の意識。こういったものが生まれ、そしてさらにですね、この中で交通安全教育、また各種街頭活動、さらにはいろんな啓発活動、こういったものをですね、警察としていろんなところにお願いをしながら、連携をしながら、そして大きな形で進めていきたいというふうに考えております。はい、で例えば、すべてではありません。一部についてご紹介をさせていただきますが、例えば交通関係団体であれば、交通安全協会、歩行者の方に向けた交通ボランティアによる横断歩道のルールの啓発、こういったものもお願いしていきたい。もうすでに行っていただいているところでありますが、さらに進化させていただきたい。またあと、交通 安全運転管理協会、こちらはドライバーに対して働きかけをお願いしていきたい。また、交通安全母の会、特に高齢者宅の訪問を行っていただいております。自主的な活動でしっかりやっていただいているところで、交通安全のアドバイスなんかも、ここで高齢者の方にお願いをしたいというふうに考えております。また、高齢者団体、本当に極めて一部のお話になりますけれども、高齢者クラブ連合会、これに至ってはですね、連合会におけるクラブ活動であるとか、会議、会合、集会、研修会、こういった機会を、あらゆる機会を通じてですね、ご自身の安全な横断についての周知をしていただくとともにですね、家庭に帰っていただいたときに、今度はおじいちゃんが家庭の先生になって、で、息子さん、お孫さんにもご指導いただく。そして広めていただきたいということも、お願いしていきたいなと思っております。さらにシルバー人材センターについては登録されている皆さん、高齢者の方といらっしゃいます。こういった方を通じてですね、職場内で、そしてまた、いろいろ派遣された先でも、そういった活動を横断に、安全な横断方法に関する情報発信もお願いしていければなというふうに思っています。また、今度は、各業界団体っていうといろいろありますけども、特に今回は車の関係する、仕事の関係の団体にちょっと例示として挙げさせていただきましたが、特にドライバーの方には模範的なドライバーになっていただくと。さらには、そしてお客さんにも利用者にもどんどんそういったものを周知していただくということをお願いしていきたいというふうに考えております。そして今度は教育関係機関、県の教育長と思い切り書いてありますけども、県の教育長のみならずですね、学校関係、警察署からは学校の方にもお願いできるかと思いますが、日頃からですね、やはり先生方のご指導っていうのは子どもさんに通じる、もうしっかり植え付けられることができるということで、日頃から横断に関するものを指導していただくということを
一緒に連携してですね、警察と一緒に連携して進めていければというふうに思っております。で、自治体につきましてはすでに行っていただいているところでありますけれども、さらにですね、横断意識を高める、横断の安全意識を高めるための広報啓発情報発信を警察とタイアップしてやっていきたいというふうに思っております。まあ、今回これご紹介させていただいたのはほんのごく一部の状況でありますけれども、いろいろなグループや団体、さらには企業さん、業界、まあいろいろあります。まあたくさんあります。こういったところにもですね、どん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 働きかけを進めて、ご意見をですね伺いながら、そして大きなものとしていきたいなというふうに思っております。じゃあ警察は何をやるんだということになります。そして警察です。先ほどご説明をさせていただきました二正面作戦、これの一環としまして、まず一つは交通安全教育です。各世代に応じたポイントを捉えた交通安全教育を実施して、その手で合図、止まってくれてありがとう大作戦、これを浸透させていきたいと思っています。次に今度は広報啓発活動です。これはあらゆる媒体、警察の持つ媒体のみならずですね、皆さんからの情報発信等もお願いをしつつ、そして幅広くその手で合図、止まってくれてありがとう大作戦ということで、これを広めていきたいと考えております。まあ、一例としましてですね、県警で出しているのは独自で制作をしました、こういった子どもさんから大人まで各世代に応じた安全な道路横断に関する映像資料、こういったものをですね、県警公式の YouTube に公表しておりますので、どうかご参考にしていただければというふうに思います。そして最後、先ほどお話しさせていただきましたけれども、警察の行うものとしてやはり街頭活動というのが非常に重要かと思います。この街頭活動の中でも特に交通指導取り締まりというのはですね、警察にしかできない交通安全対策の一つということかと思います。まあ、この街頭活動の中で、街頭立証はもちろんですけども、横断歩行者等妨害など、まあ、こういった違反の横断歩行者に危険を与えるような、そういった行為に対する取り締まりをしっかり強化してまいりたいと考えております。それで最後になりますけれども、本日のまとめ、としましてですね、まあ、最初に触れさせていただきました横断歩道を利用しましょう。そして、横断歩道がない場合、これは危険な場所を渡らない、夜の横断は危険、こういった意識を持ってですね、しっかり、安全を図っていただく。そして、本日の本題であります、分かりやすい合図と感謝の意思表示、これによりまして、しっかり事故防止を進めていきたいと考えております。歩行者はですね、横断する際には自ら合図をすることによって、身を守るとともにドライバーに対して感謝の気持ちを伝える、まあ、ドライバーがですね、その歩行者を守ってくれることにそれがつながっていくということになります。まあ、ドライバー自身もですね、自分でその保護意識を植え付けることで、また自分が歩行者になったときにですね、安全を他のドライバーさんから守っていただけるということにつながって、一つの輪になっていくと、大きなものになっていって、この安全に対する意識が醸成していくということになろうかと思います。まあ、一つこういったものをですね、先ほどお話ししました各種関係機関、団体、行政、教育関係、そして、事業所、こういったところと一体となってですね、頑張って、取り組んでいきたいなというふうに考えております。まあ、横断歩行者の安全を守るため、まずその手で合図と感謝の意思表示を持って、笑顔で、交通事故防止に取り組んでいきたいというふうに思っております。このメインテーマでありましたその手で、合図、止まってくれてありがとう大作戦と、こういうのを報道関係の皆さんのお力もお借りしてですね、大きくやっていって、そして、みんなが幸せになれればなというふうに感じておりますので、ぜひともよろしくお願いします。非常に長くなりましたが、ありがとうございます。以上でございます。